はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへお越しギタリストの竹下敦です。4月、2日、お寺クラブのお時間でございます。はい、明日はですね、久しぶりにお休みをいただいたので、今宵はですね、小山台にございますコーヒー&バー、ブリックスにて、お友達とですね、楽しい夜を過ごしてまいりました。で、今日ですね、レッスンさせていただいたんですが、生徒さんにね、私がね、使ってるオベーションアダマスなんですが、この部分にですね、滑り止めのためにテープを貼ってたんですね。アルディメイラさんはこことお腹のところにね、両面テープで止めてるんですが、オベーションアダマス、こう滑るんですよね。で、生徒さんに、それテープ貼ってるとこ壊れてるんですかって聞かれたんですよ。で、いや、壊れてるわけじゃなくて、滑り止めなんですよねって言ったら、あ、なるほどね、滑るんですかって言われたんで、いや、壊れてるって、あ、なるほど。これを見た生徒さん皆さんね、先生のギター壊れてるんだなって思われてんのかと思って剥がしました。で、剥がして弾いたんですが、別に、それでも弾けるなと思って。こういうのって慣れなんで、滑るなと思ったんですが、滑らないですね。剥がしても。なので、剥がして綺麗にね、ここ、ワックスかけました。はい。そっかと思って、私たちはね、割とギタリスト同士ね、人様のギターを見て、テープが貼ってあったり、補修の跡があったりすると、ああ、なるほどね。まあ、なんとなく、そういう理由だろうなっていう想像がつくんですよ。あ、そこが当たるから、こう、止めてるのねとか、カバーしてるのねとか、わかるんですけど、あ、そっか、生徒さんによってはそういうふうに、ギター壊れてテープ貼ってるんだなって思うんだなと思って、やっぱり物はね、美しくないといけないので、テープを剥がしてね、ワックスをかけ直しました。はい。はい、ご安心ください。壊れてるわけではないです。はい。で、こちらのオベーションアダマスなんですが、アコースティックを選択されたね、方には、こちらのギターでレッスンさせていただいてるんですが、とにかく、ここね、体幹。何度も言うようですか、体幹。これをまず基本ですね。こう、体の芯ができてないと、ギターを弾くとね、体を壊すので、とにかく体幹を守っていただきます。これなかなかおっしゃる講師の方いらっしゃらないかもしれないですが、言いにくいんですね。構えから始めましょうっていうのは言いにくいんですが、基本、空手でも、柔道でもそう、柔道特にそうなんですけど、まずは受け身なんですね。怪我をしないように受け身を練習するんですね。はい。なのでギターもまずは怪我をしない。健全な体でギターを弾いてもらうためには、まず、こんな風に構えてると、肩をピキーンってやるんで、このように構えましょう。はい。まずは構えです。何でも物事はね、準備が必要ですので、いきなり弾くと手を痛めるので、まずはやっぱり予備練習、グーパー、グーパーとかね。そういうとこから始めていただきます。はい。で、まあ、何でしょう。割とね、割とというか、とても私をご示してくれる生徒さんが増えてまいりまして、本当にありがたいことでありがとうございます。ね、大きく分かれると思うんですね。私みたいにその姿勢から直しましょうとかね、立ち振る舞いからっていうと、いや、ギター技術じゃないんですかっていう話になるんですけど、技術はみんな上手いです。プロのギタリストなんで、ギター弾くことはみんな上手いんですね。で、私は、チューニングであったり、簡単でかっこいいとかね、そういうことになるんです。で、結局複雑なフレーズは、プロのギタリスト弾けますけど、そんなの弾けても、あんまり意味がないんですよね。
あの実用的なフレーズ、実用的なコード、すっごく複雑なジャズの、あのコードとか覚えても、じゃあそれどこで使うのって話になるんですよ。例えばジャズのクレオパトラの夢とか言ってもはぁって言われるだけであって、もっとその分かりやすい音楽、大黒摩季さんのラララとかアシッドマンの石塔とかね、そういうその分かりやすい楽曲、そういうものから練習した方が人前で演奏した時に、人が感動するんですよね。知らない曲をやられても、いや知らないなって終わっちゃうんですよね。なので、私はまず最初にね、アコースティックギターの場合は、アメリカっていうイギリスのバンドがあるんですけど、ホースウィズノーネームというね、2つのコードしか出てこない楽曲をまず練習していただくんですね。これ皆さんびっくりされるんですが、ただのこういう、この2つなんですよ。これ2つを弾いていただくだけで、あれギターが弾けたってなるんですよね。これ簡単なんですけど、全英ナンバーワンです。世界的大ヒットです。すごい曲ですよね。2つのコードしか出てこないのに、世界中の人が感動したわけですね。複雑なコードじゃなく、単純なコードと単純なメロディーラインで人を感動させるっていうのはね、これ素晴らしいことなんですね。ですので、まず、これを練習していただきます。そうすると、ギターの響きって綺麗だなと思うと思うんですね。ギターって楽しいな、もっと綺麗な音で弾きたいなとかね、いうふうに、そういうふうに思うと思うんですね。そこから入っていただくと、じゃあ、どうしたらその、ライブとかでね、私は、13歳からかな、ライブハウスで出演させていただいているので、やはり、その、どうステージングしたら、こう、かっこいいかとか、そういうことにすごく、研究したんですね。布袋寅泰さんとかね、研究しました。こういうのとかね。で、いろいろ研究した結果、やっぱり、見た目、ギターを弾いてる立ち振る舞いね、こういう、が美しいと、やっぱりライブで受ける。人様の前で弾いた時に、美しく、どう見せるかっていうのね、それを研究したので、他の講師の方とちょっと言うポイントが違うかもしれないですね。ブルルルルルって弾けたからって、その格好がブルルルルルがみすぼらしかったら、なんか小汚いやつがただギター弾いてるなんて終わっちゃうんですよ。やっぱり見た目が美しく、弾いてる姿が美しいと、ゆっくりバン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 って弾いても、この人かっこいいなってなるわけですよ。そういうところを目指してます。で、生徒さんにもそうあってほしいと思います。美しくね、ギターを弾いてる姿が美しく、そしてその、立ち振る舞いが美しく、ギターを持った瞬間に、この人できるなって思うわけですよ。私たちね、弾かなくてもギターをこう、やった瞬間に、どれぐらい弾けるな、この人はってわかるんですよ。で、最近ですね、あまり生徒さんの前で、ギターを弾かなくなりました。なんでしょう。それ上手いに決まってんですよ、僕ら。プロのギタリストなんで、ブルーって弾けとか、ウィーンってやるって言ったらできるんですけど、それで萎縮しちゃう生徒さん多いんですよね。いや、そんな風に自分は弾けないなとかね、思っちゃう方多いんですけど、実は弾けるんですよ。弾けるように、やってる、毎日やってればね、弾けるように必ずなるんです。簡単なことを繰り返してると、確実にそれができるようになるんですね。私はそういう風に、レッスンさせていただいてます。実際私がレコーディングの現場でね、スタジオミュージシャンとしてギターを弾くときも、そんな複雑なフレーズ出てこないんですよ。例えばアイドルさんのバックで、チーン、プラグ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 って弾くって、ありえないんですよね。そんなこと。大体、バン、バン、バン、バッパッパッパララッタッタンぐらいの感じで、それをいかに美しく間違えずに弾くか。本番一回しかチャンスがないんで、そこで間違えずに弾くか。美しく。それが重要なんですね。そこがアマチュアとプロの違いであって、その、
技術という面では実はプロとアマチュアすっごい差がある、とてつもない差があるんです。あのプロは1回で決めます、間違いなく1回で決めます。あのアマチュアの方、あ間違えちゃったってあると思うんですけど、プロは間違えちゃって許されないんですよ何やってんのお前って怒られてね、もう首切られるだけなんで、あの1回で決めないといけないですね。でこれ1回で決められるかどうかっていうのは本当に日々の練習の積み重ねでしかないんです、ね、ただ皆様におかれましては間違えちゃって全然 OK です。はい、どんどん間違えちゃってください。間違えるとね、それが意外と美しかったりするんですよ。例えばバッハなんて間違いの連続からあの美しい旋律が出来上がったんですね。基本12平均律の中で音を選んでいくんですが、普通に作っていくと単純なメロディーラインになっちゃうんですが、バッハ間違えちゃったんですね。したらあれなんかこのメロディーライン美しいなっていうところになったんです。人はねちょっと変わったところにね美しいって感じるんですね。例えば女性もあのパーフェクトな人よりもちょっとどっかちょっとなんかこの人違ってるなっていう人の方に惹かれたりするんですね。まあ私だけかもしれないですけどそうなんですよ。パーフェクトなよりもちょっとこの人なんかあれっていうところに惹かれるんですよね。そこを守ってあげたいとかね、そこが重要なのであってメロディーラインにもそうなんですね。パーフェクトな美しさよりもバッハみたいなね、ちょっとそこ違いませんかっていう方ことがあった方が、あの人はそこに惹かれるんですよね。はい、で今日の大人クラブに戻りますが、久しぶりに明日お休みをいただきます。はい、ありがとうございます。明日横浜にいないですが、木曜日からまたね、横浜の方に、横浜シアミュージックの方でね待機してますので、ぜひねフリーダイヤルでお電話いただければ、無料体験レッスンがね45分間用意されてますので、好きなギタリスト、そしてどういう自分になりたいかね、どんなギタリストになりたいか、伝えていただければ、そのようにレッスンさせていただきますので、ぜひねフリーダイヤルでお電話くださいませ。それではギタリストの竹下敦がお送りいたしました。大変申し訳ありませんが明日お休みいただきますという話でした。 See you next time です。それじゃあまた。